さて、それじゃあ、松井選手、今こちらの方に来てもらいましたんで、ちょっとお座りください。どうもお疲れ様でした。それではここでコマーシャルを1本ご覧いただきたいと思います。コマーシャルの後、松井選手に伺います。こうして生で番組に出演されるっていうのは初めてですか？いや、何回かあります。そうですか、はい、でも慣れてますね。いや、そんなことないです、はい、先ほどいろいろと松井選手の VTR を見たりですね、掛布、はい、さんとか江川さん、それから監督からもコメントいただいたんですが、はい、ちょっと掛布さんからまた松井選手に直接聞きたいことがありましたら、まあ、先ほどとね同じ質問になってしまうかもしれませんけども、なぜあれだけそのバッターっていうのは打ちたいという気持ちが非常に強いタイプの人が多いんですけども、あれだけその冷静にねボールをきちっと見極められる、そういうその自分の心を自分の気持ちの中でセーブできるね、そのあたりはいつ頃からそうしていったのかなという。ですから高校の時にですね、まあ、5打席連続敬遠というものもある時もやっぱりしっかりとその我慢して黙ってフォアストに5回歩いていったじゃないですか、あのあたりのね、まあ、どの辺から生まれてるのかなっていうのは本人から聞いてみたいんですよね。あ、いかがでしょう。そうですね、まあ、いつからと言われてもちょっと分かんないですけど、まあ、敬遠の時はもうやっぱりうちのやっぱり高校のイメージがありましたしね、やっぱりそういう敬遠の球に手を出すとか、ね、そういうことはやっぱり全く考えませんでしたしね、とにかく一生懸命というか、その時一生懸命やろうというか、そのことだけを、まあ、心がけてるんですけどね、はい。もう松井さんに関しては江川さんも掛布さんも褒める言葉しか出てこないんですが、江川さんちょっと。いや、私バッティングの方ですね、徳田を投げさせていただいたんですが、100球ほど投げましてですね、30球見逃してるんですよ。見逃しで、普通我々こう先輩が投げますと、見逃さないもんなんですね。そうでしょうね。少々のボールは打つんですよ、これは。悪いボールじゃなくて、いやいや、それ別に怒ってるんじゃないですよ、私は。今までの通例を言って、通例から言って、まあ大体多少のボールは打つと。で、とんでもないボールはあんまりなかったんですよ。あとこうきっちり見逃してくるんですね。そこに僕は別に腹は立たなかったんですよね。でも腹立ててるんですか？いや、立ててませんって別に、ね、やっぱりもうよく見るなっていう、その本当に自分のストライクゾーンというのをものすごく大切にしてるなっていうのをその時に思ったんですけども、だから先輩が来たから多少自分のフォーム崩してもこう打っちゃうっていう感覚が全然ないですよ、だそれだけいい意味で野球の自分の野球っていうのを大事にしてる、守ってるっていうところで、僕はそう思いましたけどね。その辺どうですか、松井さん。そうですね、やっぱりボール球に手を出すとやっぱり自分のフォームを壊すのはやっぱり嫌ですし、とにかくストライクゾーンはやっぱり全て打ち返せるようにしようと思ってるんですけどね、やっぱりボール球には手を出さないようにっていうことをやっぱり常に心がけていますけど。掛布さん、今の答え聞いて、やっぱりそれはもう18歳のですね、高校でのルーキーがやっぱりこうやってきちっとですね、こういう場でこう堂々とですね言えるってことは僕はすごいことだと思います。ですからそれともう一つ特徴である、あれだけの飛距離がありますから、その遠くへ飛ばすホームランを打つというものに対するですね、そのこだわりみたいなものがですねちょっと聞いてみたいですね。そうですね、やっぱり遠くへ飛ばすってやっぱり誰にでもあるなんていうか特徴っていうか、そういうものを持ってない人もやっぱりいますからね、やっぱり自分は大きいのを打てるバッターだと自分で思ってますし、とにかくその、まあ、長所っていうか大きく伸ばしたいですから、まあ、やっぱりすごい魅力ですし、打った時にはやっぱりすごい気持ちいいですね。単純な質問ですけども、単純な質問をちょっとして一つしてみたいと思ったんですけども、まっすぐとカーブとどっちが好きなんですか？これ答えちゃいけないのかもしれないけど、これから差し支えるかもしれないけどもそうですね、やっぱり僕はまっすぐにいつもタイミング合わせてますけどね、まあ、バッティング、ね、投げさせていただいて途中からね僕もへばってきたもんですから、ピッチャーってまっすぐ投げるのきついんですよ。でもへばってくるし投げなきゃいけないんでね、松井ちょっとカーブ投げるかって聞いたんですよ、そしたらミックスでお願いしますって言うんですよ一球ずつ交互にね、そういうのも珍しいんですよね、そういう答え方する人って、はいじゃあお願いしますって普通言って終わりなんですけど、一球ずつこう交互に投げたんですけどね、
そういうふうにやっぱりその、まあ、どう思ったか分かりませんけれども、まあ、我々経験したものがこうね投げていくっていうそういうのをこう吸収しようっていうのはすごくあるような気がしたんですけどね僕はね。非常に研究熱心だなというふうには受け取ったんですが。それはあの どんなものなんですか、そのミックスでお願いしますっていうのは。そういうやはり意図を持ってやろうと。そうですね、まあやっぱり一応まあやっぱり両方打ちたいですしね、あのせっかくの機会でしたから。投げてる間に普通そのフリーバッティングの場合は打たせるというのが主なんですけど、そのやってる間に抑えようと思ってきてるんですよ自分が。私もう5年も投げてないのに抑えたいと思うんですよね。松井選手だからそれだけ、まあ、そのなんていうかな、こうバッターに立った時にピッチャーとして抑えていきたいというふうに思わせるっていうのはすごいことですよね。あ、そうですか。バッティングピッチャーやってるのに抑えたいと思うんですから。打たれましたけどね最後ね、ちゃんと。まあ打たれるのはね、まあ、それはしょうがないですけど、加藤さん、ピッチャーから見てその抑えたくなっちゃうっていうのはバッターから見るとどうなんですか。やっぱ羨ましいってことなんですね。それだけそのバッターとしての魅力をやっぱり兼ね備えてると思うんですね。ですから僕あの初めてのその広田君からセンターオーバーのスリーベース打ちましたよね、はい、僕あの時にそのセンターオーバーのスリーベース打つよりもツーストライク取られてからあの堂々と自分の形で構えてですね、その外からのカーブなんですけども、それをね三塁線にファウル打ったんですよ。それでこの最後のまたカーブですけどもね、それを打ったというね、なんていうのかな、自分がそのピッチャーにも投げるボールをなくしてですね、その最後に投げさせたボールを打てたというね、これがなんか18歳のね高校でのルーキーがその1打席でそのプロのピッチャー相手にですね全てのボールを投げさせてそれを打ち返したというね、そういう部分を秘めてるから今江川君が言ったようにですね、バッティング練習なんかでも抑えたいというような気持ちにさせるタイプのバッターなんじゃないですか。松井選手、これだけその大先輩の2人が褒めてますけど、はい、これを聞いててどうですか。どんな気持ちがしますか。そうですね、やっぱりすごいあの嬉しいことですしね、やっぱりせっかくあのこういうことを言っていただきましたしね、まあ、それをまた一ついい材料にして、ね、どんどん頑張っていきたいですね。あの当初は阪神に入りたいということをおっしゃってて、でその阪神の4番だった掛布さんというのはやっぱり特別な存在だったんじゃないですか。そうですね、やっぱり僕の、まあ、小学校時代とかやっぱりねすごい憧れの人でしたね。その掛布さんに聞いてみたいことってのはありますか。同じ左バッターとして何か共通することもあるでしょうしね。そうですね、でも僕とは全く違うタイプのバッターですね。あの僕のヌンという分じゃなくて、やっぱ今のままのやっぱ高校で3年間でですねこうやってきた野球というのはすごいものを残しているわけですから、僕その野球を素直に何かそのプロでぶつけてもらえればですね、もうそれで十分だと思いますし、今はそういう気持ちでいいんじゃないですかね。監督、その松井選手に対する、まあ、期待というのも相当あると思うんですが、いやこれはもう巨人軍の監督の期待というよりもね、もう日本の国民の皆さんがね、巨人の松井ということで今年はかなりの期待度がねひしと感じますしね、もちろん勝負の世界ですからきっちりと結果を出すということは大変なね、まあ、いわばルーキーでありながら、一方で過酷さもあるしね、 その壁にやっぱり突き破るだけの激しい精神力ね、これはやっぱり1年生で十分持ってますからね。ただ問題はそういう技術のね世界で若干の迷いあるかも分かりませんがね、こうやって今コメント聞いてましてもね、例えば大先輩の映画館投げてねミックスでお願いしようとかリクエストするくらいのね、そういうなんていうかな、こうきちっとしたバットマンとしてのあれをね手本のようなことをずっとこう教育を受けてくるわけですよ。でつい先だっても、まあ、星稜の監督さんがね 4,5 日ずっと滞在してましてね、僕も話をする機会があって伺ってたんですが、やっぱりもうあの星稜の時からね全く他の選手と生徒とはもう比較できないくらいの大変な選手であったんですからね、単なる遠くへ飛ばすとか野球がうまいとかそういうことじゃなくして、素晴らしいそういう青春時代を過ごしてね、いわばサンプルですよね、
そういうタイプの人がまあ巨人に入ったんですから、そういう点じゃもう全く僕は心配することないんですが、ただ問題はやっぱり技術ですよね。やっぱりプロというのは技術で戦いますから、その戦う大きな財産である頑健な肉体を持ってるんですからね、親から授かった。ですから非常にそういう点じゃ幸せな野球生活をこれからまあ15年あるいは20年やるかも分かりませんけどね、これから一日一日やっぱり努力精進はもとよりね、またそれもやるんですよ、努力精進がね。人がコーチがいようが監督がいようがね、もうそれは関係ありません。もう黙々と自分のね、ですからもう片時もバットは離さないんじゃないでしょうかね。そういう形でやってますからね、近い将来必ずしばらくでこう球界を代表するね、バッターとなってもらいたいなっていう個人的にそういうね気持ちを持ってますからね。まあ、我々も本当に期待してますんでね、一ついい選手として、デビューしてほしいですね。はい、そうですね。監督、それから松井選手、どうもありがとうございました。はい、監督はあの番組の冒頭からずっと出演いただきまして本当にありがとうございました。